前に募集かけとったけど、彼女欲しいとか、ヘッドが折るとか、なりませんとか。今度ね、寒いな。ちょっと待って。今度ここにおばさん置く。1メーター68か75ぐらいの。10でもいいわ。よく考えたら、今度あれやな。だから難しいんです。7万円給付金とか5万円生活保護じゃないけど、年金が3万5千で、7万あるからね、2ヶ月。7万5千ぐらい。7万6千か。だからその時募集かけるか。ね。何でもすぐ AV 値はいかんからね。この部屋に置いとく。そうすると、シックスナインもできるし、セックスもできるしね。生活保護やけど、この子な誰って言われたら、遊び来たってそれで悪いからね。そんなまで生活を切られんから。片や、なんか今日漫才師なんか死んだらしいね。自殺だろ。なんとかほんとか。萌えちゃんかな。忘れた。まあそういう話でした。おばちゃんここに置こう。ちゅうのが出ました。前はね、ここでね、売れる移してね、3万5千円、4万5千円で、この日だったら16万もらえて、お姉ちゃん3万もらってね、生活を一緒に行けませんかみたいなこと言っとったけど、今度おばさんが引っ掛ける。で、俺がその気にならんならね、要するに Facebook でもね、3万円、5台の携帯あるからね、5台じゃない、ブラックになると。で、Facebook のアカウントあるから、3万人ぐらい、その中からね、一人ずつね、いいねとヘタゴリスと言うとるけどね、デートしますよ。見てないのだから。俺がその気にならんダメなのよ、要するに。13年間、俺も女遊び、親の金1000万ぐらい使っとるからね、50年前、3000万なのよ。俺、親に5台車買おうと思って、こんな男おらんよ。で、ホームレスの時にね、親が言うだろ、80の時にね、しげちゃん、なんだから、言うだろうけど、しげちゃんにおかず作る、大変だったって。そっからね、わし仕事してなかったから、あんまり、する時してたとね。俺はカードくれたの3万5千円。それをね、2年、7万円で、しげちゃん、ホームレスになったら7万円で2ヶ月で抱こうやろうって、それになったんじゃないけど、まあそういう生活してました。だからここにおばさん置く。それでね、Facebook グループもあるんですわ。あ、そうそう。バズーもあったな。バズー見ろって書いとこう。バズーってね、BADDOO。それは外国人が、このフィリピンとかね、アラブ人はなんけど、ズーシクマンですよ。出会い系。それ教えとくわ。以上。おばさんここに置く。やっぱ女はいるわ。くびれがすごいね、女の子って。そういう女がいい。以上。